警備員に怪しまれたから長居できないわよ。でも未だにヒットなし。やっぱバリアか。昨日の意気込みはどこへ行った。うるせえ、勝負は2アウトからなんだよ。無駄話はいいから、キーワードのことだけ考えなよ。国民のことは二の次、自分や取り巻きが良ければいい。他人を踏みつぶしてでも総理になりたい。トミー、金持ち。おい、あいつから聞いたことで何か思いつかないか。当てずっぽうでもいいから何か言ってこうぜ。お前らのような無能な連中は黙って俺の舵取りに従え。舵取り？もしかして当たった？はあ？議事堂が船？それどんな景色？国会議事堂は陸の上にあんのよ。まるで想像つかない。まあ、ともかくバリアとかはなさそうだな。うっせえ、とっとと入んぞ。警備の目は大丈夫だな。念のため壁に身を寄せろ。じゃあやってくれ。景色変わってなくね？入ったんだよな。警備はいなくなってるようだけど、はっきり見分けがつかないわね。お姉ちゃんの時と似てる。だが今回は議事堂そのものも変わってないように見えるのが奇妙だな。あ、でもさっきは門開いてなかったよね。っていうかモナが格好変わってるし。なら一応パレスか。中入って見てみようぜ。そっちはどう？何かいる？いや、いたって普通だ。チェックしてみる。ん？なんだこれ。どうした双葉？双葉？なんだ？なんじゃこりゃ。この国を沈没させても自分だけは生き延びる。そういう認識ってことよね、これ。
ざけんなよ。何が子供が誇れる国だ。頭ん中じゃ沈没してやがるじゃねえか。こんな奴がトップに立ったらマジ終わりだろ。バカバカしいにも程がある。明智も明智だ。この景色奴は見たことがあるはず。それでも手助けしていたとは。彼どういうつもりなのかしら。名誉か単純に報酬なのか、何にせよこんな人のせいでお父様は。国じゃなくて指導を沈没させるべきだな。歪みの中心地だけじゃなく国全部が水没してるパレス、こんなとてつもない欲望を持つ人間がいるもんなのか。気をつけろ、今までとは一味も二味も違うぜ。絶対お宝奪ってやる。んだよ気が抜けるな。いいえ、それでいいと思う。ここまで失敗していないんだから、冷静に力を出し切れば結果はついてくる。選挙の前日、12月17日までに決着つけないと。攻略開始だ。はめてくれやがった礼をしてやろうぜ。てか、よく聞け。神言を信じる。おお、何の余興かな。まったく指導様は我々を飽きさせないね。ほんと、この船に乗っている限り私たちは永遠に勝ち組ですものね。今のを見て警戒を抱かないのか。指導の船に乗れたことでもう自分たちに危害を加える者はいないと思ってるんでしょ。危機感のない野郎どもめ、そいつが飛んだ泥船だって分からしてやるぜ。このでけえ扉怪しいだろう。先に何があんだ。カードキー刺すみたいな穴ある。すげえ、5個もある。3475人反対0。何か聞こえるぞ。反対者逮捕だ。
シドの声か。可決？何やってんだ。ここが見た目通り議事堂なら、最深部にあるのは本会議場でしょうね。本会議場？ニュースでよく映る大きなホールよ。ああ、あれな。了解。で、中で何してんの？指導が何を提言しても反対ゼロで満場一致。多分そんな無意味な投票よ。味方ばかり入れて好き勝手しているのね。入るにはどうすればいいんだ。カードキーを見つければいいのか。指導の取り巻きになるとか、忠誠を誓うとか、そういう資格が必要なのかもな。要は味方の証明がいるってことか。切り替え早いわね。けど資格ってなんだ。聞いてみる？船にいるお客さんに。その発想はなかった。聞くのは悪くないんじゃないか。ここの客は指導が考えてる認知上のそいつだ。当然指導が握らせた秘密について知ってる。確かに一理あるわね。だがあくまでもここの主は非道な指導正義だ。ドイツが化けて暴れ出しても不思議はない。そっか。そうだよ、襲ってきたりしない？もちろん覚悟は必要だけど、話くらいできるんじゃないか。この船は多分生き残る価値を指導が認めた奴らだけ乗せてる箱舟だから豪華な客船なんだ。それなら話もできんバカは乗ってないだろう。情報収集くらいは期待していいかも。それにみんな仮面で仮装してるのも好都合。この格好でもギリギリ混じれそう。誰も他人に素顔なんて見せてないと思ってんだろうぜ。自分自身と同じようにな。ならみんな手分けして聞き込みを。さてと。Thank you.
ジョーカー。さてと。驚いたな、このパレス。認知上のお客がどいつも本当に人間そのものだ。前のカジノも見た目は結構リアルだったが、今回の客は正直話した程度じゃ見分けがつかん。確かにな。主の観察眼や洞察力がずば抜けてるってこった。シド、強敵だな。ビビんなって。別にビビってねえ。普通に話せんなら作戦立てやすいって思っただけだ。よし、各自が集めてきた情報をまとめるぞ。おお、なるほどな。そうね。どうやら聞いてくれ。聞いて聞いて。グフフ。よく聞け。とか頭入んねえ。私も2人目くらいまでしか。ジョーカーどう？マジ？さすが。相手は5人。政治家の大江、旧家族、テレビ局社長、 IT 企業社長、あとトラブル処理役。そいつらからお墨付きをもらって紹介状的なカードキーを手に入れる。ただトラブル処理役だけは他の4人が片付いてからだったな。すごっ、さすが天才児。 VIP の情報が分からなくなったら双葉に確認しましょう。ならちゃちゃっとやっつけてこうぜ。ねえ、
Beep.